日本語ラジオ三百六十五、一五一へ。お相手は夏目で、お送りします。みなさん、こんにちは。夏目です。このラジオでは、三百六十五日毎日。簡単な日本語で。日本語や。生活の話題を。 皆さんに紹介しています。短いので、毎日聞いて、日本語の勉強に役立ててくださいね。さて、今日は皆さんに、足元を見るという言葉を紹介します。足元とは、自分の足が立っている場所のことを言います。ここでは、やや比喩的に使われていて、自分を支える基本的な立場のことを指しています。 ですから、この言葉は、交渉などで相手の弱みにつけ込むことを言います。例えば、あの男は本当に嫌なやつだ。こちらの足元を見てわざわざ物の値段を釣り上げるなんて。にわか雨が降ったので駅前の店で傘を買ったがどうせ雨だからとこちらの足元を見られていつもより高い値段で売りつけられた。 といいううように使います。どうだったでしょう日本では物の値段はあらかじめ決まっていることがほとんどですからあまり機会はありませんが物を買う値切、ね、り交渉の時には欲しい気持ちを素直に出してしまうと相手に足元を見られてしまいやすいですよね。上手に交渉をしてお互いにとって良い値段で 折り合いいいをつけられるのが一番良いように思います。私は中国に行った時に市場などでよく値段交渉をしましたよ仲良くなると値段以外にもおまけしてくれたりする人もいて値段よりもコミュニケーションが楽しかった思い出があります今住んでいるイタリアでも顔見知りになると市場や商店などで おまけをしてくれることがあります皆さんの国ではどうですかよく値段の交渉をする機会はありますかまたぜひ教えてくださいねちなみに先ほど使った折り合いをつけるという言葉については第76回の放送でお話ししていますから気になった人はぜひ聞いてみてくださいね 最後まで聞いてくださりありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。良い一日を。またね。